核出力。核出力、核出力は核兵器の爆発の威力を示す尺度である。核兵器が爆発する際に放出するエネルギー量を示すものであり、通常これに等しいエネルギーを得るために必要なトリトロトルエンの質量で表される。核出力の単位はキロトンまたはメガトンを用いるが、時折テラジュールも用いられる。TNT の爆発によって放たれる。 正確なエネルギー量を測定するのは、特に、核の時代の黎明期では難しく、不確実さがあった、1g の TNT が発するエネルギーは980から1、100カロリーと幅があった。このことを受けて、TNT 換算として定量化して、1キロトンの核出力を 1g の TNT の発するエネルギー量を1012カロリーに等しいとして、単純に換算し、 大まかに0 0 0トンの TNT の出力エネルギー量として規定している。なお、日本語の核出力という言葉は、原子力発電所等の原子炉の出力エネルギー量の意味にも用いられるため、核兵器の爆発力を示す場合には、特に爆発の破壊力ということを意識して、核威力、区威力という言葉が使われることがある。ただ、 この核威力という言葉も定義が曖昧で、核を持つことによる他国に対する脅威ないしは、外交的、軍事的圧力などのことを指すこともあるため、混同を避けるために、本校では平和利用、軍事利用を区別せず、原子力分野で一般的な用語である核出力を核兵器の威力も示すものと定める。核出力重量比は、核兵器の重量と、 核出力の総計を比較したものである。水素爆弾の理論上の最大核出力重量比は、重量1トンあたり核出力 6MT である。現実的に達成できる限界は、それよりも、幾分低く、105.2MT、T ほどである。現在のアメリカ合衆国の核兵器の核、出力重量比は600キロトン、T から 2.2MT、T である。 いくつかの核兵器の核出力重量比を比べてみると、デイビークロケットの核出力重量比は0.4から40キロトン、t、リトルボーイは4キロトン、t、チーリーボンバは 2mt、t。実は、この倍の出力が予定されていたが、故意に半分に減らされている、MK-41 は 5.2mt、t である。これまでに作られた純粋な核分裂爆弾で、 最大のものは500キロトンの核出力を持っていたが、これが同様の設計での限界の域にある。核融合増幅は、そのような兵器の効率を相当上げることができた、であうが、結局のところ、すべての核分裂に基づく兵器には、臨海量に対処することの難しさがあるために、核出力にはおのずと限度がある。しかしながら、核融合爆弾、 水素爆弾には現在分かっている範囲では核出力の限界がない。原理的には水素爆弾は数千 MT、つまりギガトン級の核出力を用いたのである。理論上の最大核出力重量比がおよそ 6MTT で達成できる比率が最大 5.2MTT であるので核兵器の航空運搬には実際的な制限がある。 例えば、アントノフアン -225-250 トンの米ロードをすべて核兵器の搭載に用いることができるならば、当該航空機で運搬できる核兵器の核出力限度は250トン合点に m t t つまり 1300MT である。同様に、ミサイルに搭載される核兵器の最大の核出力限度もミサイルの米ロード能力によって決まる。 ロシアの大型の R-36MICBM には 7200kg の米ロード能力があり、搭載できる核弾頭の計算上の最大核出力は 37.4MT である。事実、短弾頭の SS-18MOD1 の核出力がおよそ 24MT である。最近は、所定の総核出力または、 低ーロード能力に対してより小さなマーブ弾頭、多弾頭方式の方がより、広範囲の破壊効果を得られるね、単独の大型弾頭はあまり使われなくなっている。核爆発の出力を計算することは、キロトンまたはメガトンといった大雑把な数字を使っても難しいものがある。単位にテラジュールを使う方が若干精密である。よく管理された状況の下でさえ、 核出力を精密に測定することは非常に難しく、より管理が行き届いていない状況では、誤差の範囲は非常に大きくなりうる。核出力は爆発の大きさ、爆発の明るさ、地震計のデータと衝撃波の強さに基づく計算を、はじめとするいくつかの方法によって計算できる。エンリコフェルミがトリニティ実験の際に小さな紙切れをいくつか空中に巻き、 それらが爆発の衝撃波によって動かされた距離から核出力をかなり荒く外算したことはよく知られている。核出力の優れた近似は G, I, Taylor ーーによって導かれた無次元数を使って外算できる。その無次元数 C は次の式で表される。E は核爆発のエネルギー、トンは時間、ローは空気の密度、R は爆発半径である。ここで 核爆発のエネルギーを求めるために C を定数と見て E について解くととなる。この式から核爆発のエネルギーを計算するために必要となるものは爆発の半径、爆発の半径を測るための基準調スケールおよび時間の経過がわかる写真である。例章としてトリニティ実験における核爆発の写真を用いると写真のデータから 時間トンが 0.025S。爆発半径、R がおよそ140メートル、直径280メートルだとわかる。空気の密度、ロー1キログラムマイメートル、C を定数として、大気中でのおおよその値1.033を代入すると、E、イコール 8.8890J となる。1キロトンの TNT のエネルギーを 4.1840J と、すると、 トリニティ実験の核出力は21.24キロトンとなり、よく言われる20キロトンという値に比較的うまく一致する。このような実験データを利用できないいくつかの事例のような場合は、特にこれらが政治的問題に拘束されるとき、正確な核出力は論争の的となる。例えば、広島と長崎への原子爆弾投下で使われた核兵器は、 非常に独特かつ特有の設計であり、解雇的にそれらの核出力を測定することは、極めて難しい。インプロージョン方式の長崎型原爆、ファットマンが18から23キロトン、許容誤差10%であると見積もられているのに対し、ガンバレル型の広島型原爆、リトルボーイは12から18キロトン、許容誤差20%であったと見積もられている。 頑張れる型は例が少なく他の核実験を参考にして核出力を推定するのが困難であるため誤差が大きくなっている他の爆弾が戦闘においてどのように作用するか反映するものとしてこれらの核爆弾による爆撃からのデータを使おうとするときその上他の核兵器が広島型原爆いくつ分に等しいかという評価でなる結果が出ようとするとき基準となる 根の小さな変化は重要となり得る。例えば、IV 作戦のマイク実験で用いられた水素爆弾は867個から578個分の広島型原爆に等しかったとされる。これらは文字の上でも全くもって相当な違いがあり、人が計算のために高い数字を使うか、低い数字を使うかどうか次第である。他に意義を唱えられた核出力は、 巨大なツアーリーボンバーがあるが、爆弾の力を誇張する方法として、またはそれを低める試みとして、核出力はわずか 50MT から最高 57MT の間で異なる政治家たによって主張された。核実験の核出力はツアーリーボンバーの例のように技術的な専門知識の高さを誇示する方法として使うこともできる。また、核出力が より高かったと主張することで、またはより低かったと告発することで、各開発計画の技術的な能力をそれぞれ実際よりも誇張するか、軽んじる方法として使うこともできる。インドが1998年のシャクティ作戦における核実験で水素爆弾の爆発を成功させたと主張したとき、多くの西側諸国の観測者らは、インドの核実験が 水素爆弾の爆発の成功したかどうかを判断する目に地震計のデータの分析を頼りにした。そのいくつかはインドが報告した核出力より実際の実験の核出力の方が低かったと主張した。西側の指摘が本当であるならば、インドの主張は明らかに対立するパキスタンよりインドの方が優れた核技術を持っていると主張するためか、 例えば隣接する中国のような他の潜在的ライバに対してインドの軍事力を示すための政治的手段である。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。